スパルビエロ級ミサイル艇は、イタリア海軍が運用していたミサイル艇の艦級設計名は、ソードフィッシュ。また2番艇以降は、ネームシップの運用実績をバックフィットして改め設計されており、特に日比を級と称されることもある。イタリアは、20世紀初頭の水中抑制研究の偉人であるエンリコ・ホルラニーに教授を輩出したという素地もあり、 早期から水中浴船の軍用利用に注目していた。戦後、イタリア海軍では在来船系の小海艇や魚雷艇の研究が進められていたが、1964年にイタリア政府の研究部門と民間向け水中浴船の建造を手掛けていたカルロ・ロドリゲス社、そしてアメリカ合衆国のボーイング社によるコンソーシアムであるアリナビ社が発足すると、これらはべて中止され、 水中翼制計の採用に転換された。また1960年代後半、ワルシャワ条約機構軍が保有する大量のミサイル艇に対抗する必要から、北大西洋条約機構各国でミサイル艇を共同開発する構想が生じた。当時、ソビエート連邦が水中翼制計の1141型小型大戦艦を建造していたこともあり、高速性、 機動性の要請から、この計画でも、水中翼制系が採択されることになった。このことから、計画名は NATO PHM とされ、1972年11月、イタリアの他アメリカ合衆国、ドイツの三国共同による開発がスタートした。しかし、NATO PHM 計画定は250トン型と、かなり大型であり、高コストが予測されていた。このことから、 イタリア海軍では、すでにより小型の50トン型ミサイル艇の設計を行っており、1971年より建造を開始していた。この50トン型ミサイル艇は、ボーイング社がアメリカ海軍の依頼で開発したトゥーカムカリを参考にしており、上記のアリナビ社によって設計された。これによって建造されたのがスパルビエロであり、 その完成と同年の1974年には NATO、PHM 計画から脱退した。当初計画では、スパルビエロを含めて8隻の建造が予定されていたものの、未知の部分が多かったことから、実用艇の建造は取りやめられ、同艇を用いた運用データの蓄積が進められた。これを踏まえて、1975年の海軍法で、 改良型6隻の建造が盛り込まれ、これらは1977年より順次に、気候、1982年から1984年にかけて収益した。設計面では、蒸気の通り、トゥ向カムカリの技術が導入されており、線形は全没型水中翼線形とされている。停滞は、耐水アルミニウム合金の溶接構造、上部構造物は、 板厚が薄いことから秒接構造とされている。水中翼は全没構造で全1枚後2枚の円手型配列とされており、前翼のタブを動かして操打を行う。旋回時は自動コントロール装置によって傾斜角約10度のバンクドターンを行うことで遠心力による上因への影響を軽減していた。また、低体構造時には前翼は前に、後翼は、 左右に跳ね上げることになっていた。水中抑艇であることから、翼高掃除と停体高掃除の2種類の推進装置を備えていた。翼高掃除は、主機関としては、ロールスロイスプロテュース 15M560、ガスタービンエンジン1機で、ウォータージェット推進機1軸を駆動していた。このウォータージェット推進機のための給水口は、後部水中翼の下端に設けられており、 ここから吸い上げられた海水は、ウォータージェットポンプによって加速されて、マスト直下の船底にある2箇所の海溝から、噴出された。これにより、翼構想時には、平水で48ノット、シーステート4でも38から40ノットの、速力を発揮できた。一方、停滞構走時には、ゼネラルモーターズ製の V 型6気筒機関である6、 ボルト -53N ディーゼルエンジンによってスクリュープロペラ一軸を駆動していた。厳しい重量軽減の要請から偽装は非常に簡略で、例えば乗員10人分の簡易寝台に対して便所手洗いは1個しか設けられていない。予備品、用具をはじめとする物資の搭載は最小限に限定されており、陸上整備や予備品も相当に多くなることから、 給食給養を含めて陸上を車両6両で移動する地上支援部隊の広報支援に依存する運用形態となっていた。主兵装としてはテセオ艦隊艦ミサイルの単装発射等を戦尾両元に一機ずつ備えている。また方半兵器としては 新型の軽量自動砲である七十六ミリメートルコンパット砲が採用されており、r t n マイナス十 x 下機完成レーダーを、含むなマイナス十もっと三射撃式システムの完成を受けていた。なお捜索レーダーとしては、スパルビエロでは、後方用の三 r m 七から二百五十が搭載されていたが、日比補給では、より遠距離探知が可能な、 SPN-701 に変更された。ありがとうございます。